はい、これがですね、基本の A コードでした。これがローコードと言われるね、開放弦を含んだのバレエっていう動作をしないね、A コードになるんですけども、この隣にあるのがですね、人差し指で押さえる A があったと思うんですけども、こう A を押さえて、ここにね、ローコードのこの G の形がずれた形になりますけども、G フォームで押さえる A っていうのがあるんです。ですが、これは押さえるのが厳しいです。ですので、この薬指と中指を離して、こんな風に、小指、1弦5フレットに小指を加えてあげると、これがね、ロング A とも呼ばれるんですけども、こう、いろんな変化をつけることができます。これ普通の A。これ A のメジャー7をこんな風にも抑えられる。A7 をこんな風にも抑えられる。A6 をこんな風にも抑えられるというね、非常に便利な A ですので、5弦の開放のルートから弾いて、この小指を1弦の5フレットに加えるというこの形、覚えておいてください。そしたら次は、この6弦のルートですね。こうミー、ファー、ソー、ラ。ここから F の形。F の形をこう A までずらすというか、こう。人差し指のこの6弦の人差し指、ごめんなさい、6弦のルートの音がラになるところまで移動して F の形を押さえるとこれで A コードになりますね。はい。そしてさっきオクターブの説明をしましたが、この小指、ここに4弦ね、これ4弦人差し指、ここが、またラになりますので、4弦がルートになるのは D の形でした。なのでこれをごめんなさい、ここで押さえてあげると、これも D フォームの A ということになります。でこれはですね、人差し指だいたいこの5弦まで押さえて、人差し指の先で6弦を消す、という形に しておくと普通のストロークでも使えます。はい、ちょっと押さえにくいですね。中指が3弦の9フレット、小指が2弦の10フレット、薬指が1弦の9フレットになります。はい、でこの今 D の形になった部分に人差し指を置くんですが、これ9フレットですね。1から3弦まで人差し指を置いて、2弦の10フレットに中指を置きます。そして4弦の11フレットに薬指、5弦の12フレットに小指、これで C と同じ形なんですよ。カポ9の C という形になりますが、小指のこのね、5弦12フレットがラの音、ルートになってます。この形で押さえることもたまにありますね。特に中指をなくして A メジャー7なんかはこの辺で押さえると綺麗だったりもします。はい、それと小指ルート大変だったら、これ5弦の開放使いますから、こんな形で使うと A メジャー7が綺麗に押さえられたりもしますね。はい、だいたいこの5つ、普通のローコードの A、 これ A フォームの A って言いますね。でこれ G フォームの A なんですけど、きついから5弦の開放でロング A というか、まあ G フォームの A と6弦ルートでもう1個F の形ですね。なんですが、これローコードの E の形をしているので E フォームの A とも言います。そして次が4弦ルートで D フォームの A になります。で最後にこの5弦ルートで C フォームの A ですね。あとはもうちょっと抑えられなくなっちゃいますし、実はこれまたね、 A フォームの A って最初のこの形に戻ってきちゃうんです。はい、なのでこの5つ覚えていただければいいんじゃないかなと思いますね。では次の段階としてですね、まあちょこちょこ話してはきましたが、この A コードをいろいろ変化させて、いろんなコードを作ってみたいと思います。